こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、PayPay運用のやり方をちょっと解説しようかと思います。これ PayPay のアプリを開いたところなんですね。もう一回やりましょうか。 PayPay のアプリを開いたところ、こうなりますよね。で、これがホーム画面だと思いますけども、ボーナス運用っていうのがこの辺りにあるんですよ。左から2番目、これを押しますね。はい、そうするとこういう画面になります。私はもう運用中なんですけども、実はね、下の方にチャレンジコースっていうのとスタンダードコースっていうのがあるでしょ。2つ。チャレンジコースはハイリスクハイリターンだと思います。で、こちらの方をタップするとこういう風にね出てます。で、このボーナスを追加するっていうのを押すだけなんですよ。すごいでしょで、運用していた場合の損益がプラス3462円ってことなんで、あ、こっちをやっとけばよかったなって今思ってます。で、私がやってるのはスタンダードコースです。27,650 円出てるでしょ。こっちクリックするとボーナスを追加するっていうふうに出てます。まあ今ボーナスをやってるところなんで、ボーナス運用別に特にやることはないんですけども、特別にプラスアルファで何千とか何万円追加したい場合はボーナスを追加するボタンを押します。で、やめたいときはボーナスを引き出すというね、交換というタップを押せばいいことになります。下の方ですよね、ほら。で、リスクとリターンの関係がここに出てます、グラフで。もう一個戻りましょうか。で、チャレンジコースに行くと、ほら、リスクは高いけどリターン高いよってそこにこうクリックがありますんで、同じ運用しててもね、こちらのチャレンジコースなら私は3462円プラスアルファだったですよって出てますよね。で、スタンダードコースなんで私は今223円損してるというね。だからハイリスクハイリターンだから必ずしもプラスになるってことでもないし、まあ、スタンダードコースだからリスク低くてリターンが少ないやつだからプラスが固いってことでもなくってね、やっぱこの辺はもう本人次第ですよね。で、私が PayPay を使うたんびに PayPay アプリで支払いをするんですよ。どこに行けばいいかな、ここですね。 PayPay アプリで支払いをするんですよ。で、支払ったらその分だけこのボーナス運用のとこにこう放り込まれるんですよね。まあ、こんな感じです。だから PayPay 運用のやり方超簡単ですよ。もう一回言いますね。 PayPay のボタンを押して、で、このボーナス運用ってところをタップするとね、2タップ目でしょ。で、3タップ目、チャレンジコースかスタンダードコースかを選んでタップしてボーナス運用を開始するっていう青いバーをね押すだけです。以上です。終わり